ペアに挑戦できる未来を作る国内シェアナンバーワン株式投資型クラウドファンディングファンディーノさんの提供でお送りしております。手軽に3次元の情報を活用した業務用のツールが今現状存在しないんですよ。そこで弊社が開発しているのはこのスキャナットっていうアプリになります。こんにちは、ナットのブルースと申します。同じようなものが出た時にどこでそこから差をつけていきますか、はい、スタートアップ投資ピッチ。はい、皆さんこんにちは。スタートアップ投資 TV ガゼルキャピタルの石橋です。今回もですね、この番組はファンディーノさんとヘンゲさんとイニシャルさんにスポンサードいただきながらお送りをさせていただいております。いつもお世話になっております。今回もですね、前回に引き続きまして、スタートアップ投資 TV としてお送りをさせていただいておりますスタートアップ投資ピッチというコンテンツの配信の第3弾をやっていきたいと思っております。前回からに引き続きまして、審査員の皆様にはですね、エンジェル投資家のお三方に来ていただいております。皆さんの自己紹介は第1弾の方でしっかりどういう背景でどういう流れでですね、エンジェル投資やられていらっしゃるのかところをお話もいただいておりますので、そちら第1弾と第2弾の動画は全て概要欄に URL の記載がございますので、そちらからぜひご覧をいただければなと思っております。今回はですね、第3社目というところで、ナット社のリュウさんに来ていただいているんですけれども、僕自身も実は初めてリュウさんのうちのプレゼンテーションを聞くというような感じですので、ぜひちょっと普通に一視聴者としても楽しみにさせていただければと思っておりますので、改めてよろしくお願いいたします。こんにちは、ナットのブルースと申します。早速なんですけれども、皆さんは一度リフォームの経験をされたことがありますか？もうおそらくあんまり馴染みのないことだと思うんですけれども、実は日本の中で皆さんリフォームの経験がある方の割合って2人に1人近いあるんですね。で、実は日本の中でリフォームの件数ですね、1年間320万件も行われていて、1日約1万件の工事も行われてるんですよ。で、その工事はもちろんあいみつとか取るので、見積もりの件数だと、それ3倍以上に上るんですね。この見積もりっていうのが作るのが結構大変でして、一般的にこうリフォームをしたいっていう時に、お客様から問い合わせが来て、業者さんがコンタクトしてヒアリングして、そこからこの現状っていう作業があるんですけども、これは実際にこう部屋を計測して、図面を作るというような作業なんですけども、これがですね、少なくとも3人以上の人員が関わっていて、かつ一般的に設計図とかある図面があるんじゃないですかと言われるんですけども、実は図面があっても結局測り直す必要があるんですね。この作業に関しては、もうちょっと具体的に言うと、人件費としては1件あたり作るのに5万円以上もかかっていて、かつ見積もりを出すまでに2週間ぐらいかかるようなプロセスになってますと。で、もちろん見積もりなので、すべて無料サービスなんですね。こんなに時間かかっていいんですかっていう話なんですよ。既存的なソリューションに関しては、皆さんよく慣れている二次元計測の方法があると思うんですけども、一般的にコンペックスとかレーザーとかを使って測るんですけども、距離情報しかないので、結局現場がどうなっているのかっていうところで、皆さん写真を撮ったりとか、ビデオを撮ったりとか、そういうふうに現場を共有していくんですけども、最近トレンドに来ているのが、三次元計測っていうものがあるんですけども、一般的にライダースキャナーっていうものを使うんですけど、このスキャナーですね、もう数百万から数千万、結構初期投資が高いものになってまして、かつその天群データですね、を処理するのが、結構専門知識が必要で、難しいですと。じゃあフリーアプリあるんじゃないですかというところがあると思うんですけども、一般的にフリーアプリっていうのはセンチしか測れないんですね。で、もちろんクラウド処理なので、データはすべて収集されるので、こうリフォームの現場だとプライバシー性が高いものって、取られていいんですかというところで、要は手軽に3次元の情報を活用した業務用のツールが今現状存在しないんですよ。で、そこで弊社が開発しているのはこのスキャナットっていうアプリになります。単純にスマホのアプリなので、自分のスマホにインストールすれば、一人で現場に行けばすぐ計測ができるようなものになっております。こんな感じでこう実際に iPad とか iPhone で撮影して、すぐ 3D のモデルが生成されて、ミリ単位の計測、面積の計測ができるようなアプリとなっております。一応こういうアプリに関してはミリ単位で計測できるのは弊社が世界初
になっております。さらにスキャンしたモデルに関して図面を作成することもできるようになっております。じゃあ実際ちょっとデモを見ていただきたいんですけども、まあ、左側が弊社の会議室の一室でメジャーで測ったものなんですけども、右側は実際のアプリのデモになります。ちょっとデモを見ていただきます。こうアプリ開いていただいて、こういうふうにビデオを撮影するような感覚で、まあ、赤い点々を潰していけば、3D のモデルが作成できて、かつ高精度の計測ができるというような形になります。で、実測値に関しては、2210mm なんですけども、この一瞬のスキャニングで、まあ、ほぼほぼ一致するような計測精度になっております。まあ、我々に関してはこの誤差 1% 以下の計測精度を実現しておりますと。じゃあなんでこんなことができるのかっていうところなんですけども、まあ一般的に皆さんが Apple の中でこう計測のデフォルトアプリがあると思うんですけど、まあ使いにくいですし結構ずれるというところで、まあ我々どちらかというとライターっていうセンサーを使って点群っていう距離、データを収集して、さらにカメラで振動写真を撮影していきます。で、この2つのデータを組み合わせて、弊社独自のアルゴリズムで処理していくというところで、計測の精度を上げていっているというのような仕組みになっております。で、ビジネスモデルなんですけども、まあ、現状このアプリに関しては完全に B2B の SaaS モデルになってまして、まあ、1ID 年間7万2000円の、使用料金になっております。さらに、まあ、オプションに関しては先ほど、図面ですね。図面の作成で1モデル2万5000円というところになっております。新規の契約者数なんですけれども、このアプリは1月末にリリースして、まあ、おおよそ8ヶ月今経ってるんですけども、もうすでに新規100社を突破しております。まあ、お客さんに関しても全体が 80% 以上継続されてまして、まあ、さらに3ヶ月以上継続した、ユーザーさんですね。もう解約率、解約者数が1社しかございませんというところになります。将来、なんか、どんな展開になるのっていうところなんですけども、まあ、この写真にある通りなんですね。なぜこのアプリ作ったかっていうところから始まるんですけども、まあ、私が新築のマンションを買った時に、まあ、実際にこう、家具とか家電とか買わないといけないってなった時に、実は部屋のサイズがわかんないんですよね、というところで、まあ、じゃあメジャーで測るかっていうのも難しいですし、まあ、一発で測りたいというところが、このアプリ、を作ったきっかけになります。なので、今後はどちらかというと、個人の方にも、そこ自宅をこうスキャンして、シミュレーションできるようなものを作っていきたいと思っております。なので、まあ、現状この機能としては、一番左ですね。今、誰でも 3D 計測モデルを作成可能なんですけども、まあ、今後、こう自分たちでこうスキャンして、いろいろシミュレーションして家具を置いたりとか、壁紙変えたりとか、そういう雰囲気を変えるようなソリューションになっていきますと。いうところですね。なので、ゴールとしては、アプリだけで手軽にこの理想の住環境を作れるような、ゴールっていうのを目指しております。衣食住の中で、衣食ってもうすでにアプリで何でもできちゃうんですけど、住っていうのは結構ない、できてないんですね。なので、まあ、このスキャナットを、まあ、一つのツールとして、今後、まあ、各種のサービスを提供していくことによって、まあ、プラットフォーム、を形成をしていきたいと考えております。日本のマーケットなんですけれども、まあ、現状計測見積もりのマーケットに関しては、まあ、そのところですね。まあ、それだけでも900億円ぐらいのマーケットがあります。で、さらに、まあ、最終的にタムのところですね、45兆円ぐらいを見込んでおります。経営陣が、まあ、3人いるんですけれども、すべてエンジニアで構成されているっていうような形になるので、まあ、開発のスピードは結構早い。っていうのが、まあ、特徴な会社になっております。まあ、我々は今後、こう、皆さん、人々の、その、自分の、カスタマイズされた住環境を手軽に、こう、変えられるような世界を作っていきたいので、はい。どうぞ、ご応援のほどよろしくお願いいたします。スタートアップ投資ピッチ。はい、リュウさんプレゼンテーションありがとうございました。ここからですね、改めてエンジェル投資家の皆さんに、質疑をまずはいただいていきたいと思っております。まずは、曽我さんの方からご質問、ぜひいただければと思いますが、いかがでしょうか。はい、リュウさんありがとうございました。ありがとうございました。いや、もうなんかデモがやっぱ圧倒的で、
ミリ単位で分かるとか、うん、いや、すごいなって、御社の技術もすごいし、まあ、もしかするとその iPhone が今のセンサーがすごいのか、それは使うだろうなっていう感覚を受けたので、それで聞きたいとなると、今もう100社ぐらい今、まあ、トライアル含めて使われているという状況だと思うんですけど、はい、まあ、どういったお客さん、まあ、いわゆる中小の工務店なのか、大きなエンタープライズ向けみたいなところなのか、実際のお客さんどんな感じなのかなっていうのを知りたいなと思いました。ファクトって言うと、うん、ほぼ半々です。ただ、まあ、我々が、最初にこのアプリを作って、まあ、お客さん、まあ、プロトタイプの時ですね、うん、お客さんからいただいた意見は、まあ、地場の工務店さんとかなので、うん、どちらかというと、このアプリを、こう、現場の皆さんに使ってほしいっていうのが狙いで、うん、なので、ターゲットで絞って、マーケティングしているのは、まあ、地場の工務店さん、中小の工務店さん。うんうんっていうのがメインなんですけども、やっぱり大企業の皆さんがこう情報が早いので、うん、結構まあ契約をいただいたりします。あ、じゃあ結構営業しなくても、うん、なんか調べて問い合わせてとか、そうですね、その業界の多分ニュースみたいなとこ見てとか、はい。そうですね。はい。結構既存のツールがまさに効果という話だったんで、結構まあそれをね、使ってない中小のとこが刺さるのかなと思ったんですけど、なんかすごい大手にも刺さってるって話だったんで、すごい。ねいいなと。あと、まあ、多分スマートフォンだけ持って現場に行けば大丈夫みたいな、その身軽さみたいなものを、すごい機材を担いで行かなくていいというか。そうですね。ありがとうございます。それでは高野さんからもご質問の方をよろしくお願いします。ありがとうございます。非常に技術型のベンチャーだということで、非常に興味深く拝見させていただきました。ありがとうございます。はい。ちょっと先ほどの表があったと思うんですけど、これ、料金表のところで、はい、今、まあ、仕掛かってみて、実際その、どのくらいお客様がお金を払ってくれてるもんなんですかね。そうですね。はい、まあ、基本的に初期に導入するのは1社1万円のみなので、うん、まあ、初期費用だけで、まあ、実際にかかってくるのは年間の7万2千円ですね。で、一応月払いっていうのもあるんですけど、月払いになると1ヶ月9千円なので、まあ、年間で払うと月6千円。要は、ちょっと高いっていうところがあります。で、現状4割のお客さんが年単位で契約しているので、1人当たりの1社の金額が10万ちょっとぐらいですね。これね、年間のアープってことなんですかね。そうですね。はい。なるほど。要は 1.4ID ぐらいの、ということはい、単価になってます。ちょっと月並みな質問になるんですけど、大体 SaaS 系で上場している会社さんが月額10万円以上、はい、十数万円っていうところになって、なってるのかなと思ってまして、はい、そうすると単価が一桁安いので。そうですね、はい、まあ。ユニットエコノミクスがどうなるのかみたいなところ。はい、まあ、逆に言うと営業全くしなくても、はい、全くっていうとあれですけども、営業マンがいわゆるがっつり、うん採用し続けなくても、はい。いけるぐらいの商品力があればまた違うと思うんですけど、はい。そのあたりの所感っていかがですか？現状ユニットエコノミクスが 3.17 になってるので、まあ、数字としては悪くないかなと思っています。で、全体的にほぼ 20% ぐらい近いのチャンレートでも維持できているというような話なので、まあ、ここが継続、していただけると、まあ、チャンレートも減っていくので、かなり伸びるんじゃないかなと思っています。で、どちらかっていうと、まあ、社数っていうのも、実は日本で、リフォームだけでやってる工務店さん、8万社ぐらいもあるんですよね。なるほど。なので、中小の工務店さんでも使えるような値段設定をしておりまして、うん、月6000円で使っていただけると。あれどちらかというと現場に使っていただいて、こう、ボトムアップっていうのようなことを狙っているので、どちらかというと社数を多く増やしたいっていうのが狙いで、まあ、この値段になっているっていうような形になりますね。なるほど。リード獲得がかなり容易にできるってことなんですかね。そうですね。現状我々基本的にもう自社の営業のみでこの数字達成していまして、メインとしては、まあ、展示会とか、そういった、業界団体とかを通じて営業しているので、うんうん、この、工務店と建築業界ってすごいアプローチしづらいマーケットで。そうですよね。ネット見ないし、うん、週7働いてるし、うん、全部現場にいるし、だから電話してもいないとか、いうのがあるので、うん、それでも100社突破してる。なので、それぐらい刺さってるプロダクトだと思っております。
はい、わかりました。ありがとうございます。ありがとうございます。山本さんからもご質問いただきます。はい、じゃあ、高田山本でございます。よろしくお願いします。プレゼンありがとうございました。私、技術屋なので、ちょっと、エンジニア社長なんで、はい、まあ、ライダースキャナー僕も大好きでして、iPhone に搭載されてから、もういっぱいスキャンしまくったみたいなことがあるので、はい、ライダーだって思ってワクワクしながら見てました。で、たくさんアプリ出ていて、で、片っ端から全部入れて、どれが精度いいかとかね、はい、いろいろやったんですけど、そうですね。まあ、結構悪いですねっていうのがあって、ずれまくるんですよね。もう、綺麗に撮れるかなと思ったら、部屋がぐっちゃぐちゃになったりとかするんで、うん、まあ、結構今のスマホに搭載されてるライダーの性能っていうのは一定低いのかなって思っている、ね、まあ、ホビーユースなのかなっていうのはなんとなくの感覚であって、うん、まあ、それをビジネスニュースに引き上げてるところはすごいのかなっていう理解をしていますっていうところがあって、で、iPhone には特化されてるのかなと思うんですけど、はい、まあ、多分世代によってライダースキャナーって性能が違うのかなと思ってて、基本的には一緒です。あ、一緒なんだ。はい、一緒です。あ、そうなんだ。まあ、弊社の実験ベースですけど。あ、そうなんだ、はい。ライダーのスキャナーは一緒。カメラの性能は一緒で。そうですね。GPU の性能とか違うから、処理がスピードが違うとか。そうですね。GPU とメモリーが変わるので、まあ、その処理性能が若干違います、ね。あ、じゃあ、特定の iPhone じゃなきゃダメ、はい、世代じゃなきゃダメだっていうことでもないし。そうですね。ってことですね。では、あとですね、この領域って割と要素技術だと思ってるので、はい、ここの技術優先の担保っていうところはキーだと思っていて、はい、で当然 Apple とか Google とかもどんどん精度高くしてくるっていうのもあるし、うん、まあ、大手の工務店さんとかもそこに、あ、ここやれるんだって思ったら当然真似しようとしてくると思うので、はい、技術的優先っていうのを担保し続けられるのかっていうところをお聞きしたいです。このアルゴリズムのところで、まあ、現状、まあ、世界でも出せてないんですね、ミリ単位の計測っていうところで、まあ、かなりここは高いかなと思っております。あと、ま、他の、今お客さんになってる大手のところでも、実は2、3年前から開発されていて、まあ、数億円かけても開発できなかったというような話は伺っていて、なので、ま、我々ソリューションを見たときに、これ使った方が安いし、早いじゃんっていうのがあったので、結構このアルゴリズムだけで、100ギガぐらいの容量があって、なので、まあ、コード書くだけでも結構大変だと思うんですね。うん、まあ、これを真似るっていうのは、まあ、頑張ってもまあ、3、4年はかかるのかなと思っておりまして。なので、まあ、そこを先行者利益ではないんですけど、いかに早くマーケットを取っていくっていうのが、キーポイントかなと思ってます、うん。そうですよね。アルゴリズムをキャッチアップするのか、それともライダーのハードウェアの性能がグッと上がるっていうのも、いずれ来る世界観だと思うので、はい、一定の先行優位、が出せるっていうところがメリットだと思ってるので、はい、そこがキャッチアップされたとき、それが同じようなものが出たときに、はい、差がなくなってしまう気もするんですけど、どこでそこから差をつけていきますか、はい、現状今は計測機能っていうのがメインにしてるんですけど、うん、どちらかっていうと、こっちを狙ってるんですね。まあまあ、今 VR のサービスとか、いろいろこう、まあこの空間シミュレーションしたりとか、こう家具置いたりとかあると思うんですけど、はい、ただ我々やりたいのは実物を置きたいんですね、うん。もうこのデスクをこの空間に置いてシミュレーションして直接購入できるようなプラットフォームを狙っているので、これがどうやってできるかっていうと、各メーカーさんと連携しないといけないんです。うん、なので、まあ、実際に連携できるっていうのが今後の差別化するポイントかなと思っています。この今のスキャナーをいっぱい普及させて、そこの中にいろんな実物の家具を置けるような機能が入ってあって、そこが購入できちゃうみたいな感じで展開していくっていう。はい、でもそれはそれでまた別のケイパビリティがありますよね。そうですね。もう完全にビジネスモデル変わるっていうか。ですよね。はい。もうSaaSじゃないんですね。そうですよ。はい。そこはそこでまた、あれですよね、セカンドトライみたいなところで、別の展開が必要かなと。はい。わかりました。了解です。ありがとうございます。ありがとうございます。スタートアップ投資ピッチ。それではですね、ご好評の方に移ってまいりたいと思っておりますので、山本さんから評価とご好評の方をお願いいたします。はい、じゃあ私からじゃあ評価はこちらでお願いします。まあ、コメントでも言いましたけれども、技術力すごいなというところがあったので、そこで結構いけるんじゃないかなっていうか、まあ、どれぐらいキャッチアップされるかっていうところ次第かなっていうのがあるので、まあ、多分数年単位 その余裕が出ている間にどこまで走れるかの勝負かなっていうところと、エンジニア3人のチームで起業してるっていうところがあって、でその後の展開って結構ビジネスケーパビリティがいるみたいな世界観になってくるので、そこって本当にやれんのっていうところが、まあ、間違いなく VC から突っ込まれるポイントなのかなと思っているところがあるので、まあ、そこの技術的優位性の時間軸の証明みたいな、証明というか言って説明みたいなものと、その後の展開のケーパビリティ、なんかそこが多分 VC からの状況というか、スケールっていうかポイントなので、そこが見えない段階だと一定リスクが高いようには見えるっていうところがあるので、まあ、
重々理解されてると思いますけど、うん、そういうふうに見えたのですごく面白そうだけどその先も難しい世界ありますよっていうのは、うん、思ってるところでした。はい、そんな感じでした。ありがとうございます。ありがとうございます。次に高野さんからもお願いいたします。はい、まあ、そうですね、いろいろ悩みましたけども、まあ、こんな感じで、まあ、もちろん技術力があって開発できるっていうのも非常に今自分みたいな人材会社やっていると開発者がとにかく集められないので、まあ、そういう意味でめちゃめちゃ素晴らしいのかなと思いました。で、自分も実はその講義のですね建設テックと言われるような企業に、まあ、出資等もしているんですけれども、非常にその営業難易度といいますか、どうしてもなかなかハードルが高いところがあるので、営業マンをたくさん、まあ、かなり対面営業に強い人を雇っていかなきゃいけない。そうすると単価が10万20万月額ないといけないみたいなところでなんか壁があるなっていうのは感じてるんですね。一方で経営管理ツールのボードってあると思うんですけど、月額数千円でほとんど社員の方もいないというふうに聞いていますので、そのプロダクトレッドグロースして B 向けで電話営業とかも全くせずにグロースしてるって会社もあるので、戦い方によってそういうものを見出せるんでしたらいけるのかなとも思ったりみたいな感じでした。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。最後に曽我さんからもご好評お願いいたします。まあ、これよりのやっぱこれかなという感じですかね。まあ、僕技術的なことが全然わからないので、デモを見させていただいて、あ、これはすごいめちゃくちゃ技術的すごそうだし、あとなんか使いやすそうだなと思ったんで、すごくいいなと思いました。測量の関係に関して、山本さんの、エンジニアリングに関する話とかも聞いて、すごくいいなと思ったんですけど、まあ、まさにちょっとビジネスモデル的なところで、まあ今だとその、まあすごく使いやすいアプリっていう感じなので、そこがどう、まさにその販売戦略とか、ビジネスモデル的なんか人が人を招待して使うっていう感じでもないので、じゃあどうやって広げていくのかなっていうところですね。ただなんか絶対今めちゃくちゃそのバーニングニーズ、初期のバーニングニーズと捉えて、うん、むしろその向こうから検索してきてくれみたいな状況なんで、そこは素晴らしいと思うんで、ただなんかアプリだけでなんか IPO までいけるかっていうとちょっとそこがまだ見えないので、とはいえなんかそのアンドパッドさんみたいな、ここ結構業界にもガリバーみたいな、なんか非常上のガリバーみたいなところもいらっしゃるので、まあ逆に言うと M&A までは絶対ニーズがあると思うので、なんかバリエーション低ければ投資したいみたいな感じですね。でその先のストーリーが見えていけば、まさにそのユニコーンを狙うようなビジネスモデルを作れるのであれば、バリエーション高くても投資したいみたいな、そんな感じの感想でした。ありがとうございます。ありがとうございます。スタートアップ投資ピッチ、最後にリュウさんからもう一言総評というかコメントいただければと思いますが、いかがでしょうか。あ、本日はありがとうございました。とても貴重なアドバイスいただけて、とても嬉しく思っております。今後皆さんが心配されていることは本当に、まあ、その通りで、どうやってこうマーケをうまく乗せていくのと、ストーリーを書いていくのとっていうところが今まさにいろいろトライアンドエラーのところなので、まあ、そこを頑張ってやっていきたいと思っております。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。皆さん改めて最後までご視聴いただきましてありがとうございます。ご視聴者の皆様も最後までご視聴いただきましてありがとうございます。今回がスタートアップ投資ピッチの3人目の起業家の方でしたので、次回が第4人目の起業家の方で、この今シーズンの最終プレゼンターの方になりますので、ぜひ次回もですねチャンネル登録コメント通してお待ちしていただければと思っております。それでは次回の配信でもお会いしましょう。さよなら。スタートアップ投資ピッチ。